もし迷子の子供を見かけたら、あなたならどうしますか？今回は、彼氏の親の元へ結婚挨拶に向かう途中、駅で迷子になっている男の子を、助けたことにより、運命が大きく変わってしまった一致のお話です。結婚挨拶に遅刻したことで、婚約破棄されてしまった一致は、まさに人生のどん底。そんな一致の前に現れた予想外の救世主と、その後婚約者に下されたスカッとな制裁とは？結婚挨拶で婚約破棄された私、駅で泣いてる少年を助けていたので、3年付き合った彼氏に婚約破棄されて、かなり昇進してる。めちゃめちゃ、話聞いてほしいんだが。一致何やらかしたにゃー。わけありそうだな、聞かせろください。先日、彼からプロポーズされて、私は本当に本当に嬉しくて、自分は今、世界で一番幸せだと錯覚するくらい、舞い上がってたのが懐かしい。というか、虚しい。プロポーズされたということで、彼のご両親に結婚挨拶をするため、彼の実家へ行く予定だったんだけど、私、その日に遅刻しちゃったんだ。自業自得じゃね？遅刻した理由によるだろう、寝坊ならアウト。さすがにこんな大事な日に寝坊しない。遅刻したのには、それなりの訳がある。彼の実家の最寄り駅に着いた時、ふと一人の男の子が目に入った。歳はおそらく5、6歳ぐらい。何かを探すように、辺りをキョロキョロ見ていて、時折涙を拭っていたのだ。利用者が少ない駅で、男の子を気にかける人は他にいなかった。私は迷子だと思い、男の子に声をかけた。どうしたの？何かあったの？お母さんか、お父さんは近くにいる？男の子は少し戸惑った様子で、泣き出してしまった。僕はママに会いたくて、一人でここまで来たんだ。ママ、ママに会いたい。男の子が落ち着くまで、私はしばらくの間、背中をさすり続けた。会いたくてということは、母親とは会えるかどうかわからない、ということだろうか？状況が読めなかったので、男の子が落ち着いたタイミングで、もう少し、話を聞いてみることにした。ママに会いたいんだね、ママはどこにいるかわかる？パパは一緒じゃないのかな？パパはお仕事に行ってる。ママは、お空にいるんだ。僕は、お空にいるママに会いたくて来たんだ。一人でここまで来れたの、偉いでしょ。男の子はくしゃっとした笑顔を見せながら、そう言ってきたので、そうなんだ、すごいねー。と言いながら、私は男の子の頭を撫でた。泣いていた男の子に、笑顔が戻って少し安堵した。空にいるということは、母親は亡くなってしまったということか？そう考えると、胸がぐーっと締め付けられた。私はちらっと時計を確認。最寄り駅から、彼の実家までは徒歩15分と、少し時間がかかる。時間には余裕を持って駅には到着していたが、そろそろ行かなければ間に合わない。しかし、この候補打ってはおけなかった。私は彼に電話し、事情を話して遅れることを伝えた。話を聞いた彼は、ふーん、そっか、わかったよ、親にも伝えとく。というドライな返答で少し不安になったけど、私の考えは変わらなかった。まだ直接会ったことはないが、彼のご両親なら、きっと理解してくれるだろうと思っていた。私は近くにあった交番まで、男の子を連れて行くことにした。名前を尋ねると、男の子はケイタと名乗った。私は、ケイタくん、一人でここまで来れたのはすごいことだけど、お空にいるママも、お仕事してるパパも、きっと心配してるよ。おまわりさんのところにいれば、パパが迎えに来てくれると思うから、お姉ちゃんと一緒に行こう？と言うと、ケイタくんはうなずいて、私の手をぐっと握ってきた。やっぱり、一人で不安だったんだろうね。私はケイタくんと手をつなぎ、交番へと向かった。警察官から詳しい事情を聞かせてほしいと言われ、長くなると悟った私は、一旦席を外して、再び彼に電話した。もう少し時間がかかってしまうことを伝え、待たせてしまって本当に申し訳ないと。謝罪し交番に戻ると、ケイタくんの前に、画用紙が置かれていた。そこには、父親と母親とケイタくん、そして兄だろうか？家族の似顔絵が描かれていた。絵を描きながら、自分の家族のことを説明していたようだ。お空にいるママに会いたかったな。ケイタくんは、私と同じように警察官にもそう話していた。亡くなった母親に会いたくて迷子になってしまった少年、感動するやん、泣けるぜ。警察官は戻ってきた私に、ケイタくん、賢いですよ。自宅の住所や電話番号だけじゃなくて、お父さんの会社の番号まで覚えてるんです。これですぐ、親御さんに連絡がつくと思います。と状況を説明してくれた。ケイタくん、よかったね。パパが迎えに来てくれそうだね。うん、お姉ちゃんありがとう。ケイタくんは、笑顔で答えてくれた。事情聴取も終わり、私は交番を後にする。警察官が、念のため私の連絡先も教えてほしいとのことだったので、会社の名刺を渡した。最後にケイタくんに声をかけた。ケイタくん、お姉ちゃんもう行くね。元気でね。お姉ちゃんバイバイ、またねー。元気よくてお振るケイタくん。バイバイ、またね。
またはもうないだろうなと思ったが、私も手を振り交番を出た。時計を見ると、彼の実家に到着する予定の時刻から、2時間が経過していた。私は急いで、彼の実家へ向かった。息を切らしながら到着し、インターホンを鳴らすと、ご両親と彼、3人揃って、出迎えに来てくれた、わけではなかった。いっち、さすがに遅すぎるよ。俺たち家族の扱いひどくない？冷め切った目で彼はそう言った。かなり怒っている様子。そして、いっちさん、今何時だと思ってるの？冷たく言い放つ彼母、それに続いて彼父も、息子から事情は聞いた。だがね、迷子の子供を交番に届けるだけで、いくらなんでも時間がかかりすぎじゃないか？待たされている、私たちの気持ちは考えなかったのか？この日は結婚挨拶という大事な日。彼父が言いたいこともわかる。だから、私は素直に謝った。大変お待たせしてしまい、申し訳ございません。深々と頭を下げたものの、彼家族の怒りは収まらなかった。こんな大事な日に2時間11分も遅刻するなんて、一致のこと見損なったよ。という彼、時間細けぇ。彼母には、息子くんより、見ず知らずの、迷子の子供の方が大事だったんでしょ？結婚する気ないんじゃない？こんな嫁、こっちからお断りお断り。とまで言われる始末。そしてついに、彼からショッキングな言葉が。なんか俺、冷めちゃったな。結婚の話はなかったことにしてくれない？指で頭をかきながら、だるそうに続けた。お袋たちに言われて目が覚めたっていうか、親が反対する人と結婚しても、この先絶対うまくいかないと思うし、俺たち別れよう。ショックで何も言い返せず、呆然と立ち尽くす私に、彼父からとどめの一言。いっちさん、君が優先順位も考えられない、頭の悪い人間だとは思わなかった。婚約破棄に私も賛成だ。今日はもう帰ってくれ。私は言い返す気力もなく、言われるがまま彼の実家を後にした。いやいや、これはひどすぎん。一気かわいそうやわ。子供を助けて婚約破棄って、彼家族頭おかしいだろう。嫁ぐ前に、彼氏の本性知れてラッキーやん。胸クソ案件来たー。会話の内容から、彼親に会うの初めてじゃない感じがしたけど、会ったことあるのか？実は、彼親とはほぼ毎日会ってる。今更だけど詳細説明していく。まずはスペックから。私25歳、彼28歳、二人とも同じ会社に勤務している。従業員数百人未満の小さな会社だけど、彼の父親が社長なんだ。彼母も、専務として働いている。そして私は社長の秘書として働いているから、彼親のことはよく知っている。彼との交際は1年前から始まった。きっかけは、会社のイベントで行われたバーベキュー。その時、彼から気さくに話しかけられ意気投合。社長の息子だと知ったのは、バーベキューが終わりに差し掛かった頃だった。びっくりしたけど、自然体で接してくれたフランクな彼に、私は惹かれ始めていた。それからプライベートでも会うようになり、交際へと発展した。彼もいずれは会社を継ぐ身として、今は営業部で働きながら色々な経験値を、積んでいる最中、といった感じ。私たちは、社内でも公認カップルとなり、社長や専務である彼のご両親も、交際していることを知っていた。彼の両親からは、いっちさんが息子と付き合い始めたと聞いて、素直に嬉しかったよ。しっかり者で頼りになる、いっちさんみたいな人が嫁に来てくれるなら、いつでも大歓迎。って言われてたぐらいだから、秘書として、かなり信頼されてたんだと思う。だから、まさかあの一件で、婚約破棄になるとは思いもしなかった。結婚できてれば、いっちは次期社長夫人か。惜しい気もするけど、別れて正解やと思う。わいは、彼氏の親が直属の上司とか無理。行き詰まるわー。結婚破談になって、しかも相手の親が上司。仕事続けられるか？結婚が破談になってから後日出社すると、社内ではすでに噂が広まっていた。私は誰にも話してなかったから、おそらく彼か、彼の両親が噂を流したんだと思う。私たちは公認カップルだったから、噂は一瞬で広まったらしい。しかも、私が結婚挨拶に寝坊で大帰国したとか、事実無根のおひれつき。みんな、帰国した本当の理由までは知らない様子だった。こうして、自業自得だとか、だらしない人というレッテルが、私に貼られ、社内での冷たい視線が、ぐさぐさ突き刺さってきた。そんな状況で一人声を上げて、真実を訴える気にはなれなかった。もうこの会社にはいられない、辞めたいと思ったのが正直なところ。そして彼父である社長からは、大事な日に、遅刻するような人間は信頼できない。それに、結婚が破談になって、君も会社に居づらいだろう？心機一転、他の会社にお世話になった方がいいと思うんだが。などと辞した移植を勧められ、私はそれに応じることにした。てなわけで、今かなり昇進中。明日、会社に置いてある荷物を取りに行くけど憂鬱すぎ。この数日で、婚約者も仕事も、何もかも失っちゃった。
自主退職に持っていくために、わざと社内に噂流したの丸わかり。やり方がセコすぎ。シンプルに胸焼けしたわ。このまま泣き寝入りか？最後ぐらい、言いたいことぶちまけてやめろよ。じゃないと愛の気がすまん。ここでスレから姿を消した一気だったが、半年後、再びスレを立てた。そこで明かされた衝撃の真実とは？一気の大楽天劇が幕を開ける。半年前、結婚挨拶に遅刻して婚約破棄になった、一致だけど覚えてる人いる？もちろん覚えとる。迷子の男の子を助けた一致やな。亡くなった母親を探して迷子になった、感動エピソードだったよな。婚約者も職も失ったかわいそうな一致か。その後どうなったのかずっと気になってた。半年前は昇進スレだったけど、今回は違う。いろいろと面白い展開になったから、ぜひ聞いてほしい。飯馬展開期待してる。続きはよ。前にスレ落ちした翌日が最後の出社日、会社に置いてる荷物を取りに行く日だった。最後に社長に挨拶しなきゃと思って、社長室のドアをノックしようとした時、中から話し声が聞こえてきた。え？一致ですか？一致なら退職することになりまして。彼父が、私のことを誰かに話している。彼父の答えに驚いた様子の相手は、私の退職理由を聞いた。すると彼父は、愚痴をこぼすように赤裸々に、息子の婚約者だった私が結婚挨拶に大遅刻し、それがきっかけで、自主退職することになったのだと説明していた。いやー、ほんと困った秘書でしょ？善人気取りかなんだか知りませんが、私たちに合わせる顔もないみたいで、自分で自分の首絞めちゃった感じですよ。今まで好き勝手言われても我慢していたが、彼父の言葉に私の中で何かがプツンと切れた。私はケイタ君を助けたことを後悔してないし、人として当たり前のことをしたのだと。最後に、自分の思いを全部吐き出してやろうと思い、勢いで社長室のドアをバンッと開けた。が、その直後予想外の人物の姿に、目が点になり固まった。私はびっくりして息が止まりそうになった。そこには、あのケイタ君がいたのだ。私の姿を見たケイタ君はパッと目を輝かせ、私に笑顔を向けながら、小さく手を振っている。社長室の大きな椅子にちょこんと静かに座る、お行儀のいいケイタ君の姿を見たら、張り詰めていた気持ちが、少しほぐれた。そして、ケイタ君の隣にいる父親の姿を見て、その正体に私はまた驚いた。おもろい展開になってきたー。奇跡の再会。また青梅の言葉が現実になったな。続きはよはよ。するとここで、後ろから彼母が社長室に入ってきた。社長、いつもお世話になってます。専務である彼母は、いつもよりワントーン明るい声で、栄養スマイルを振りまいた。ケイタ君父に挨拶に来たらしい。ケイタ君の父親はなんと、取引先相手の社長だったのだ。しかも、取引先の中でも一番大きな会社で、彼父の会社とは、比べ物にならない大企業だ。私もこれまで来客対応したことがあったが、まさか、社長がケイタ君の父親だったとは。そして彼母は、怪訝そうに私を見た。イッチさん、あなたもうこの会社の人間じゃないでしょ？さっさと荷物まとめて出て行きなさい。獅子と犬を追い払うかのように、手をひらひらさせた。彼父も続いて、あんな大事な日に、見ず知らずの迷子の子供を優先した君が悪いんだ。会社に居づらくなったのも自業自得だ。さ、早く出て行きなさい。と言って、彼母と同じように、私を獅子と追い払おうとした。すると、ケイタ君父がわなわなと肩を震わせながら、迷子の子供を助けて自業自得だと？ふざけるなぁ。ひぃ。ケイタ君父のものすごい剣幕に、彼の両親は思わず悲鳴を上げた。ケイタ君父の怒号は社内中に響き渡り、開きっぱなしのドアから他の社員が、チラチラ中を覗いている。ケイタ君父は咳払いをして話し始めた。急に大声を出して申し訳ない。しかし、一致さんのことを考えると、黙っていられなかった。今日は、一致さんにお礼を言いにここへ来たんだ。見ず知らずの迷子の子供、私の息子を助けてくれたお礼だよ。すべてを悟った、彼両親の顔は真っ青。私とケイタ君の顔を交互に見ながら、金魚のように口をパクパクさせている。迷子の子供を助けて結婚挨拶に遅刻、そんなことも許せないような、器の小さい家族が経営する会社だとは思わなかったよ。一致さんは、一人駅で泣いていた息子に、ずっと寄り添ってくれたらしい。大事な予定があったのに、見ず知らずの私の息子を助けてくれた。むしろよくやったと、称賛すべきことなんじゃないか？おお、おっしゃる通りです。ケイタ君父の言葉に、彼両親はペコペコと頭を下げ続けている。一致さん、うちの息子を助けてくれて本当にありがとう。こちらこそ、わざわざ会社までお礼に来ていただいて、ありがとうございます。私は深々とお辞儀した。ケイタ君父の言葉に、私は救われっぱなしで、自分が直接、彼両親に気持ちをぶつけるよりもスッキリした。
しかも、社長室での会話が外に丸聞こえだったことで、私が顔合わせに寝坊で遅刻した。わけではないことが、社員全員に知れ渡った。誤解が解けたので、こちらもすっきりしたよ。社長たち、自分たちの都合のいいように話してたってことだよね。マジドン引きだわ。迷子の子供より自分たちを優先しろって、王族気取りもいいとこだよ。社員たちからは次々と、不信感マックスの声が上がり、社長室まで聞こえていた。一気に形勢逆転したな。ざまあすぎていい気味だ。一日一善というが、常日頃からいい行いを心がけておくもんだな。外の世界に出ることがあれば、やってみるとしよう。お前はまず親孝行をしろ。部屋から出るだけでも一善になるぞ。ちなみに朗報なんだけど、ケイタ君母は生きてたよ。おーおお、マジか。じゃあ空にいるって言ってたのは、何だったんだ？どういうこと？ケイタ君母は怪我で入院してたらしく、その病院の名前に空が入ってるから、ママはお空にいるという表現になってたみたい。ケイタ君母はすでに退院していて、ケイタ君は大喜びだそう。これでめでたしって思うかもしれないけど、この後とんでもない間抜けが登場するから、ぜひ最後まで聞いてってくれー。彼両親に天罰がおり、一件落着かと思われたが、ここで新事実が判明することになる。ケイタ君が恩返しと言わんばかりに、さらなる飯馬展開を巻き起こす。この騒ぎを聞きつけてやってきたのは、私の婚約者だった人、元彼だ。社長室が大変なことになってるって聞いてきたんだけど、何があったの？何も知らない元彼はのんきに登場。おそらく、今外回りから帰ってきたところらしい。元彼を見た、ケイタ君が声を上げた。ああ、この前、遊園地にいた男の人だ、女の人に抱きついて、ずっとチッチュしてたの僕見てたよ、ママに教えてあげたら、中二病っていう、恥ずかしいことで、映ると困るから見ないのよって言われたけど、病気はもう治ったの？これは恥ずかしすぎる。その発言を聞いた元彼は慌てだし、ケイタ君の父親もなんだか気まずそうな、表情をしだして苦笑い、私は元彼を睨みつけて言った。どういうこと？最近私と遊園地なんて行ってなかったよね。それに、キスしてたって何？誰と？意味わからないんですけど。説明して。おう、俺だって意味わかんないよ。俺はけ、結核だー。元彼は必死にそう言い訳しながらも、目は泳ぎまくっていた。真っ黒黒しけで草。嘘じゃないよ。僕、さっきここに来るまでに、膝の上に乗ってチュッチュしてたお姉さんも、見かけたもん、入り口で挨拶してくれた女の人だから。ちゃんと顔見たし覚えてるもん。ねえ、パパも覚えてるよね。ママが黒歴史だって、パパに話してたじゃん。忘れちゃった？きっと会社の受付嬢のことだろう。元彼の額から吹き出す汗は止まらない。ケイタママの発言がじわるのよ。子供の発言にパパも困ってるやんけ。ケイタ君のキスの言い方が可愛い。ワイが保護したい。とりあえず詳細詳しく頼む。ケイタ君の話によると、家族で行った遊園地で、元彼と受付嬢を見たとのこと。普通は顔まで覚えてないだろって思うかもしれないけど、二人は終始ラブラブで、人目もはばからずキスしてたらしいから、ケイタ君にとっては刺激が強すぎて、かなり印象に残ってたらしい。時系列を確認すると、私と別れる前の話だった。社長室を除く社員の中に、ちょうど噂の受付嬢がいて、他の社員たちから、痛いほどの視線を浴びていた。受付嬢の顔はひどく青ざめていて、逃げたくても逃げられない状況だった。違う、遊園地なんて行ってない、見間違いだ、子供の言うことを信じるのか？必死に弁明する元彼。続いて受付嬢も、元彼さんの言う通り、私たち、そんな関係じゃありません、と認める気配はゼロ。そんな二人に、ケイタ君は口を膨らませて怒り出した。僕、嘘なんかついてない。携帯で写真も撮ったし、本当だよ。ほら、これ見てよ。なんと、ケイタ君は証拠まで持っていた。もともと、キッズ携帯を持たされていたらしいが、迷子になったあの日は家に忘れてきた。とのことだった。ケイタ君が提示した証拠写真には、バッチリ二人のキスショットが収められていた。私は、プロポーズしてきたくせに、浮気してたんだー。車内で浮気って、スリリングで楽しそうだねー。人をバカにすんのもいい加減にしろよ。こうして詰めまくった結果、本当にすみませんでした。と二人揃って土下座させることに成功。息子が浮気してるとは思わなかった。も、申し訳ない。謝る彼父。彼母は、元彼の頭を引っ叩いて。バカ息子、何やってんの、一致さん、本当にごめんなさい。と謝ってきた。こうして一つ目の修羅場は幕を閉じ、私は清々しい気分で会社を出た。まだ何かありそうやな。おもろすぎて先が気になって眠れん。とりあえずここまでおつー、ざまあすぎて草。大勝利おめでとう。ケイタ君グッジョブと思ったら、いいねポチッと押しとけよ。
実は、あの修羅場の最後、ケイタ君父からこう提案された。イッチさん、もしよければうちの会社に来てくれないか？君のように優しくて芯のある人に、秘書をお願いしたいと思ってるんだが、どうだろう？返事はもちろん OK だ。転職活動すらまだ始めてなかった私にとって、喉から手が出るほど嬉しいお誘いだった。それに、大企業の社長の秘書として働けるなんて、めちゃくちゃやりがいがある。こうして会社を辞めてから、私はすぐに、ケイタ君父の会社で働くことになった。働き始めて半年が経ったつい先日、元彼が会社の前で私を待ち伏せていた。イッチ、突然押しかけてごめん。俺さ、やっぱりイッチのこと忘れられない。俺も親もすごく反省してる。だから、許してくれないか？俺とやり直してくれ。懇願してくる元彼。私が口を開きかけたその時、私を呼ぶ声が聞こえた。イッチいい、お待たせ。ダーリン。私にダーリンと呼ばれ、現れたのは爽やかイケメン。ダーリン。元彼は目をまん丸にして彼を凝視している。彼に状況をさっと伝えると。君がイッチの元彼か。話は前に聞いた。謝れば何でも許されると思ってる。これ以上イッチの足を引っ張るな。俺がイッチを幸せにする。次また、イッチの前に現れたら許さないよ。と言われた元彼は、光の速さで姿を消した。実は、私には現在素敵な恋人がいる。ちなみに、元彼の前でダーリンと呼んだのはわざとだよ。私の今彼は、ケイタ君の年の離れた兄で、つまり社長の息子だ。社長がどうしても私を息子に紹介したい、ということで、彼と食事をする機会を半ば強引に、セッティングされてしまったという感じ。正直、恋愛はしばらくコリゴリって思ってたけど、お互いを知っていく中で、私たちは惹かれ合い、恋人関係になった。今では恋も仕事も順調で、毎日充実してる。あ、風の噂で聞いたんだけど、あの修羅場以降、元彼家族が電波だと気づいた社員は、みんなドン引きしたらしく。社内の雰囲気も悪くなり、転職先を見つけて、辞める人もちらほらいるみたい。上に立つ者としての器がなかったんだもの。自業自得としか言えない。イッチが末永く幸せであるよう、呪わざるを得ない。イッチ、社長の息子キラーやん、羨まー。最後まで飯馬展開でお腹いっぱい。迷子の少年を助けるか、助けないか、この選択がイッチの人生で、大きな分岐点となりました。悪い行いをすると自分に返ってくると、よく言いますが、今回はイッチの良い行いが、しっかり返ってきてスカッとしましたね。いかがだったでしょうか？あなたの周りにも、自分の意見を押し付け、融通の利かない人はいませんか？スカッと笑顔になった方は、いいねやコメントで教えてくださいね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題を、スカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方は、チャンネル登録で次の動画もお見逃しなく。今回の動画を気に入ってくれた方へは、こちらのスカッと動画もおすすめです。最後は運試しのじゃんけんだっぴー。じゃん、けん、ぐー。